回ですけども、野球漫画ドラフト会議と、しましてね、おすすめの野球漫画ベスト3を、ご紹介したいなと思います。ただまあ野球漫画はね結構メジャーなやつが多いんでね、まあ、例えば、まあ、タッチとかあとメジャーとかねダイヤンエースとか あとまあドカベンとかあま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 ああとルーキーズとかね、まあ、あの辺ってまあ有名なんでね、ああいうのなしで、その辺5つなしでね他の漫画でねまあ特におすすめの野球漫画っていっぱいあるんですよマジで、うん、もう俺もね多分野球漫画何個あるか知んないですけどおそらく、まあ、50種類は読んできてますね野球漫画おそらくね、まあ、いろんなね、うん、短編とか含めて、まあ、短編とか含めて50種類は読んできてるんですけどもその中でもおすすめの、3つをねお互い紹介し合いたいと思います。まあ俺お互い何選んだか分かんないんで多分まあ俺はまあ前さんやったらどうせこれ選ぶやろうなっていう、あ、1位はもう全部避けてるんで ね、 んでねもう俺は前さんが選ぶようなとこ避けてるんでねだから違う 6個のやつ紹介できると思います、うん、前さん単調なんでねちょっと同じリズムで投げれないでもまあ俺も結構あれあるから前さんからいくか、まあ僕がおすすめしたい漫画で第3位は俺はキャプテンですね。ああ、まあその僕は結構前から中学校ぐらいの時に買い始めて今多分30巻ぐらいまで出たのかそれぐらいなんですけどまあストーリーとしてはまあ幽霊部員の主人公みたいなのがいて野球部にでそいつがなんか監督になんかキャプテンをね、指名されてでそこから成り上がっていくというかそいつがどん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 ね幽霊じゃなくてもう言ったら首相になって引っ張っていくんですよ部活をで自分らでなんか練習メニューとかそういうの決めたりとかしてでどん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 上手くなっていってで、まあ、今高校編まで入ってるんですけど、その、作品がね浩司ジョークラっていう知る人は知っている、漫画家の人が、書いていて、まあ、砂漠の野球部とかね、その砂漠の野球部も面白いんですけどまあ今は連載されている作品で一番最新の作品なんで俺はキャプテンがグッジョブ浪川はありますか、グッジョブ浪川は、ここのネタですで、まあ、ここにも結構いろんな選手もいて、まあ、魅力的なんですよねキャラクターが俺的にはねだからそのエビナとか、まあ、言っても分かんないでしょうけど、まあ、デレク・イジダとかあのいろいろいるんでイジダとか違う、ね、キャプテンだった理由分からないのにキャプテンだった理由も分かっとるからな何があれってキャプテンだった理由って親から言われてそのカリタさんがカリタ先生がカリちゃん、うん、カリちゃんがまあもうやろうとあいつにしようと思って先生も適当なんて言ったらそしたらなんかもうどういうことになってもたみたいなそのキャプテンが、そういうストーリーなんでまあその面白いし他にあんまりなかったような感じが、まあ、この霧隠れ和正っていう主人公がねまあキャプテンという権力を持ったことによって人が変わるわけですよ、うん、今まで弱気やったやつがキャプテンやからっていうのでもう全員に命令し始めるんですよね、うん、練習メニューはもうこれやと、うん、もう、まあ、あの守りなんかいらんから打ち続けるんやみたいなまあ、あの手袋買ってあるからお前これバット振ってこいみたいな言うんですよ霧隠れ、ね、強気になるバット振ってこい言うてでバットこの手袋見せろみたい なお前これ破れてないんやみたいな俺これ3枚目やぞみたいなもうバレとんねんとそう、まあ、バレと振ってればバレとんじゃんみたいなあそれどんどん部員が最初霧隠れのことを下に見ろ振ってほしいなと思ったのにどんどんなんかもうサッカー恐怖政治みたいな感じでどんどん支配権力者になってくるそう霧隠れでどんどんこの霧隠れの学校っていうのはもう打って勝つ野球、うん、これで出てくるの振り切るバッティング、うん、ここで出てくるの、ね、振り切るバッティングもう当ててミートするだけじゃなくて振り抜く振り抜く強いゴロ強いゴロ振り抜く霧隠れはあのヒットを打とうが自分の指示に従わへんかって怒るから、うん、そうかねだから、うん、霧隠れは言ったわけですよもうとにかく転がせと、うん、強い打球転がせってたのにみんなヒット打ち寄る、うん、みんなセンター前で打ち寄る、うん、それでめっちゃ怒っとったわけ、うん、霧隠れだったらヒット打つけど言うこと聞かへんだと、うん、そこで出てきたのが波川ってキャッチャーもうそいつはゴロ打ったわけよそこで、うん、でアウトなんだけどアウトなんでルイが帰った瞬間に霧隠れがグッジョブ浪川を言うんで、うん、グッジョブ浪川がそこからグッジョブ浪川がねどんどん来て、まあ、その浪川って選手も結構本来はもうキャプテンみたいなポジションだよ、うん、本来は、まあ、たまに言うと思うんですよなんか海老名ぐらい立ち上がりが悪いってね、うん、俺をたまに実況で言うんですよ海老名ぐらい立ち上がりが悪いってこれ読んだらどれほど立ち上がり悪いか分かりますか海老名すごいですか海老名っていう投手はもう簡単に言ったらねもうねあの160キロをもう気温掘れるしどこでもコントロールもやれるしすごい変化球持って最強の投手なんですよ、うん、ただ海老名っていうのは超スロースターターで初回の立ち上がり全部フォアボールなんですよだからめちゃくちゃ悪いもう5回以降からはもう打てへん誰も打てへんぐらいのレベルカーブがすごいもうすごすぎなきゃもうプロ野球選手でも打てへんやからメジャー行っても通用すると、うん、そう石井和久みたいになれると、うん、もうすごいピッチャーなんですよね海老名それぐらいすごいただの立ち上がりがすごい悪いっていうそういうなんか個性的なキャラがいる、まあ、これはね結構、まあ、俺はキャプテンっていうのは珍しいすごいマニアックで多分知らない人は多いと思うね知らない人は多いんやけどまあ面白いですねうん結構ねなんか地味な感じなんですけどおもろいんですよね結構それがまあ俺の第3位ですかね、はあ、ねそして俺の3位じゃあいきますかね
俺の3位は、ミスターフルスイング。あー、ミスフルね、俺知ったんじゃん、これは少年ジャンプで連載されてた鈴木慎也っていう漫画ね、慎也っていう漫画家ね、うん、っていう漫画家ね、書かれてたんですけど、うん、まあこれは若干非現実的な野球なんですよね。まあその非現実すぎるリアルな野球じゃないです。どっちかっていうとなんかそのいきなり技があったりとかね、いったらなんかもう破竹っていう技があったりとか、なんかすごいやつなんですけど、うん、これはね、十二支高校っていうその江戸の名前が入ってる選手が全員揃った高校があるんですけど、そこにね、集結した1年生から3年生までのもう結構すごい選手が揃ってる。やばいからね、ね、このミスールの面白いところを何かって言ったらやっぱね、チーム内での争いがすごいんですよね、うん、もう能力が高い選手が多いんで、やっぱそのレギュラーに上がることすらも難しいっていう。で、これはな、ほんまに何なんやろ、まあ、知ってる人多いと思うんですよ、ミスール自体は。このミスールからも結構ね、俺はネタいろいろ取ってきてるんでね、いや、たまに実況でね、出てくる選手出てくる選手がマジで結構キャラ立ってるんで、まあ何やろな、例えるの何なのな、あの漫画って例えるな、まあ、ドカベンのなんか現代版みたいな感じかな、どっちかって言ったら。いやいや、ドカベンって結構、ドカベンも確かに非現実的なことは結構あるから、いろんな選手出てくるやん、うん、そっちの現代なんか今時な感じ。まあ A も今時やし、ギャグ要素もあるし、ギャグ要素も強いな、うん、結構ギャグもおもろいやな、おもろいな、思った以上にな、うん、だからそのミスターフルスイングは結構ね、俺的には、いやいや、今の漫画で言ったらダイヤのエースみたいな存在だ、まあ、その昔言ったらな、うん、昔言ったら昔それぐらい来とった、人気があったというか、あれな感じになる予定やったというか、まあ特に前半が面白い、前半おもろかったな、ほんまに非常にね、試験とかいろいろ、そう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 、成長していくとこも描かれてるんで、いや、いいチームなんですよ、十二支高校っていうのはね、うん、すごいいいチームでね、いや、これは結構面白いと思います、多分。いや、俺パワープロコラボしてほしいぐらいだったもん。多分ね、ミスルは多分俺が読んだ勝った漫画、野球漫画で一番最初の漫画なんじゃない、うん、多分俺らが勝った野球漫画で、まあ、それぐらいですね、うん、俺も好きです、ミスルは。あれ当時中学生の時に一巻から出てって、うん、そっからちょっと追いかけてって読んでいたけど、まあ俺の一番好きな選手は誰かというと、やっぱ根津中之助かな。いやあいつはもうすごいで、まあ、あいつセンスあるけどな、クワタみたいなやつ、努力も天才、ほんまに。野球選手で言ったらプロ野球選手クワタみたいにバッティングもええし、そう、まあ、そのピッチャーとしてのそのなんか資質ももうほんまないんやけど、なんかあるみたいなとこ、あれ、うん、もう努力家に天才的に、もうすごい努力家、センス、全部才能がないから努力で全部埋めていくっていうスタイル、うん、あいつはねすごいですね。そういうなんかね、まあ、主人公はどんなやつかって言ったら猿の天国っていう、天国、ね、超強打者、一発だからミスターアルティングでも、もうフルスイングしかできない、中村典弘は、そうそうそう、確かモデルはモデルは中村典弘ですね。マジでその一発持ってる、うん、野球経験全くない、ど素人がいきなり名門野球部にいきなり入、好きな女の子がマネージャーいたっていうだけで入って、その試験にするわけですよ。で試験入って、その砲丸投げみたいなやつ、みんなこうやってバーン投げてるところタオルでズドンって 36m 掘ったりとかで、なんか企画外のことをどんどんしていって、力がやばい、そう、監督とか認められていくっていうね、うん、まあ、例えば主人公が野球の初心者なんで、うんうん、そのセンスだけで上がっていくみたいな、まあ、そういうことだな、センスがやばいな、あいつは、うん、センスがすごいんでね、誰かすごすぎて、だから奇跡を起こせる男なんですよね、うん、この主人公は。なんかもう最後の最後で逆転サヨナラ満塁ホームラン打ったりとかね、そういうことをどんどんしてしまうような主人公なんでね、すごい多分楽しめると思います。結構読みやすいですね、うん、読みやすい。俺はキャプテンより間違いなく読みやすいです、ね、絶対読みやすい。俺はキャプテンどっちかというとなんか、うん、昭和に匂い感じるような絵柄したら、ね、結構、まあ、キャプテンみたいな野球って感じやから、ほんまに、うん、結構野球の理論みたいな、そのなんかその特殊な技とか出てこないですか。俺はキャプテン、あ、テニスの王子様の野球版なんや。あー、確かに。例えるならばミスターフルスイングはテニプリの野球版みたいなやつや、うん、どっちかって言ったらほんまに、まあ、どっちかって言ったら、まあ、テニプリみたいに綺麗な絵ではないけど、まあ、見やすい絵やし、うん、テニプリみたいな感じですね、うん、どっちかって言ったらね、じゃあこれが3位です。はい、終わります。まあ、2位は野球漫画で結構この知ってる人は知ってるのがラストイニング。あ、まあ、僕も大好きなんですけど、まあ、前巻はちょっと読めてないんですけど、40何巻まで。主人公監督やからな、主人公監督で、まあ、そのイカ様のほんまに詐欺師みたいなやつがなんか言った監督に自分の母校のがもう1回戦2回戦負けが続いてるということで、まあ、優勝するように、セールスマンやろ、あいつ確かセールスマン、インチキセールスマンなんですけど、呼ばれて、でそこで監督を命じられて、でそこの監督になって、言ったらこれはもう言ったら特殊な技がないです、ほとんど。もう言ったらキャッチャー視点でそのいろんな解説とか行われとって、めっちゃ 理論的というか論理的というか、ノムさん野球みたいな感じの、ほんまにもう硬い、うん、理論づくめの野球が描かれてます。アイディア球ね、うん、だからその特殊な選手とかそういうのは いませんけど、まあ、監督目指しとる人とかってほんまええんちゃうかなっていうぐらい、めちゃくちゃ詳しく野球が描かれてるんで、まあ、監督視点の漫画も何個かあるけど、うん、クロカンとかねありますけど、ジャイアントキリング、一番その中でジャイアントキリングみたいなサッカー漫画で言ったら、うん、そういう感じで読みやすいし面白いし、
でまあ深いというか結構、まあ、読むのに時間かかる漫画なんですけど、なんかとりあえずね面白いです、まあ、監督の漫画ですね。これはラストイニング、これは2位、これは俺の2位やな。2位いきますかね、俺の2位ですけど、読んでほしいからこれ、ドリームスっていうね、あドリームスね、これはね、あのどういった漫画かって言ったらね、マジでね、もうあのこんな選手が今実在したらめっちゃおもろいやろなっていう選手がおる漫画。まあ例えばもうどういうことかって、今の高校球児って坊主でもう、まあ、みんな眉毛とかあんま剃らずにとか、そういうなんか、まあ、そう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 やな、金髪でもう態度もでかい、態度もでかいし、もうなんかその普通やったら絶対これはあかんやろっていうような、これ今実在者としては絶対甲子園出れへんやろっていうやつが主人公なんですけど、うん、こいつがねすごいんですよ、まあ、これ幼少の頃から父親にあのゴルフボールめがけてぶつけられたのでもうなんかすごい能力をさもう備えててね、うん、監督も尻に敷かれるレベルの能力、天才プレイヤー栗武、野球漫画で一番天才なんじゃん、うん、かもしれんぐらい天才な。だってバッティングもすごいし、ピッチングもすごい、うん、ピッチングもすごい、だからもう守備もすごい、うん、異常な能力を持ってるの栗武、身長低いのに、うん、身長めっちゃ低いな、身長低いのに異常な能力を持って、しかも頭もすごい切れるっていう、うん、もう監督以上に相手のサイン盗んだりとか、そうやな、そういろんなことができてしまうような選手だ、相手はその味方のバッティングフォームでどこがあかんとかっていうのを全部指摘できるレベルで、でそれでその最初そいつがその入って、監督から全員がそいつに染められていくっていう、うん、栗武史郎に染められていくっていうね、そいつがいきなりガム噛み出したら生徒全員ガム噛み出したらそういうなんかどんどん曲がりやすい、みんなそう何する、あの栗武史に影響を受けてチームが変わっていってっていう漫画なんですけどね、この栗武史がやっぱねすごい面白いんですよね、こいつが、まあ面白いな、こいつはねマジで最初見た時のこいつのインパクト、まあすごいな、これはまあ昔の漫画なんですけど、ね、古い、うん、まあ、結構古いけど、まあ、まあ、小判ぐらい古い、まあ、結構続いてますからね、まだ続いとうかな、うん、まあ続いてる漫画でね、最近ちょっとよく分からない方向進み出したんだけど、最初は面白い、とにかく、うん、最初の10巻20巻ぐらいの面白さはすごいです、このドリームス60巻ぐらいは多分あると思うんですけどね、これも、うん、おそらく今、まあ、あれやな、あの絵は結構古い感じで、なんとかなんでさーみたいな感じの言葉で、まあ、そんなんやな、ドリームス、まあ、このドリームス夢にある漫画やな、面白いな、 俺的には、うん、結構企画外に言ったら、まあそれもこれもテニプリに近いとこ、あれ、うん、まあ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 特殊な技みたいな、あれ、うん、あるな、なんとかそういう系ですね、まあ結構面白い、まあ面白いんでね、今は紹介したら全部面白いんで、一度まあ目をあの通してみてやってほしいなと、絵柄とかで決めるというか、一回読んでほしいな、一巻だけでも、ドリームスの栗武史は俺好きやからな、あいつ高校球児来たらもうめっちゃおもろい思うけど、あんなやつ、まあ、出てこへんな、あんなやつも、あんな自信満々で野球能力がやばいやつ出てこんやろな。じゃあもう次、うん、1位ね、まあ、1位はまあ僕の人は、僕のよく知ってくれてるね知ってくれてる人は知ってくれてる人はもう分かってると思うんですけど、 H2 ですね、うん、僕これ一番好きです、漫画の中で H2 はもう野球漫画とかそのうんぬんじゃなくて、俺漫画の中で一番好きやから、 H2 が何回も読むかしようか、これは誰でも好きな漫画なんじゃなくて、多分もうね、国見博とその立花秀夫、まあ、この2大ヒーローがいて、でそこにヒロイン、この H2 っていうタイトル自体にヒロイン2人とヒーロー2人っていう意味が込められてて、まあ、国見博、立花秀夫っていうこのライバルね、言うたらあのエースとピッチャーで、まあ同じエースピッチャーエースと4番や、エース4番のでまあ関係なんですけど、でまあその三角関係とかもまあヒロインと入ってて、まあそういう恋愛要素なんかもあって、まあ足立ミスル先生の作品の中で、ね、僕は一番好きというか、漫画の中で一番好きなのがエース2なんで、まあライバルキャラとかでも結構広田勝俊っていうね、まあ左腕がいて、まあその結構ずる賢いやつなんですけど、そいつもまあかっこよくて、まあ最後はあれなんですね、そこまで言うとあれなんですけど、ナイス全30なんかワイド版でそれぐらい、あ普通のコミックで34か、うん、34なんで結構まあまちょうどいいぐらい、好きな漫画そんな辺はあれなんやけど、覚えてんやん、うん、だからその辺はあれなんやけど、まあ国見博と、まあ、その立花秀夫っていう、まあ、これね、俺もね大好き、何回も出るんですよね、うん、このね名言というかね、このこれかっこいいなっていうセリフがめっちゃ多いんですよね、まあ、足立水先生の作品そういうの多いですから、まあね、この国見博っていうピッチャーと野田敦っていうキャッチャーバッテリーがね、うん、センカー高校っていうところに、まあ中学の時の全国大会を優勝したようなレベルのバッテリーが、まあ、完全試合とかバッテリーがね、センカー高校って野球部のところに入部してくるんですよ、うん、でなんで野球部のところに入部したかっていう理由は、こいつら二人とも医者にもう肘がガラスの肘 で腰がやばいから、うん、野球できひんからって言われて、専科高校入学してくるんです、2人が、2人ともね、まあ、野球ができひんで、ね、野球ができひんから、だからこの、 その4番立花秀夫っていうこのライバルの男もね、こいつも同じ中学やったんですよ、3人が、まあ、3人野田と国見と立花っていうのは同じ中学校で、
もうやばい3人やったり、でもその2人がもう怪我でもう野球できひんからって言って、うん、もう1人片方は名和第一っていう一番すごい強い高校、まあ、甲子園常連高校、甲子園常連校に行って、もう2人は尖閣高校で野球部の野球に未練が残したくないからっていうので行くわけですよ、うん、でもそう行ってそのサッカー部入部するんですよ、国見博っていうのは。そしたらサッカー部が野球同好会を見つけてバカにするわけですよ、うん、でそれに対して野球同好会が起こって試合しよう、練習試合しようみたいななって、その練習試合に国見も参加するんですよ、サッカー部としてね、サッカー部の仮入部部員として参加するわけですよ。で参加しててサッカー部のやつがうまいわけですね、野球同好会より明らかに。まあそうやな。でそれでバカにしてるわけです。そこを見て国見が切れるんですよね。切れてそのもう野球部戻ると、今1日ぐらいで肩も大丈夫だからみたいな感じで戻るんですよね。そこでね、確か10何対0ぐらいでボロ負けしてる時にサッカー部に対して国見言うわけですよ、タイムアウトのない野球の面白さ教えてあげますよと。もう、まあ、言うな。そこからそのそれを通りがかりの見てたね、水泳部員野田敦史が見て、そう俺も入ろうみたいななって2人が揃って、で結果的にその怪我はやぶ医者みたいなやつで見られたから怪我じゃなかったみたいな感じで、うん、尖閣高校が野球部から始まっていくみたいな。周りの子やからね、もう何もないところからてあの天才2人がね、あもう天才って言ったら、まあ、天才みたいな、まあ野田も天才やな、1人2人が野球を始めるんですけど、偶然なことにね、尖閣高校にはね野球のうまいやつがね他に2人ぐらいいたんですよね。2人いたんですね。このこれもねすごい、その野球の要であるセンターとセカンドを守れるやつが2人いて、その個性的なキャラも地味に揃ってるっていう。だからピッチャーとキャッチャーだけで勝っていく漫画というよりはなんかマジで違うな、うん、チーム全体でチーム全体で勝っていく野球。もう一人まだ入ってくるんですけどね、うん、その1年後にそれだから ねこのね弱小高校に一人すごいやつが入った時の勢い、うん、いや一番俺の中でそのエース像というか、いやこいつになりたいなんていうか、漫画キャラになれたら俺国見博になりたいっていうぐらい国見博がかっこいいというか。で、まあ、最後ね、最強エース、甲子園でね対決するわけですよね、うん、準決勝でね。ああもうそこまで言ってまう、全部もう国見博と立花秀夫最後は対決するわけですよ、うん、しかももうヒロインをかけてね、まあ、ヒロインかかってますから、うん、ヒロインっていう天宮光っていう、まあ、ヒロインをかけて、めちゃくちゃ可愛い彼女がいるんですけど、かけての立花秀夫のね、戦い、もうそれはねすごい戦い、4打席勝負なんですけどね、うん、3打席まで全部ね三振、そうやな立花秀夫ね、で立花秀夫言うわけですよ、いつにとってもバッターの有利じゃないかと、うん、ピッチャーはあの4回のチャンス、そのあヒロがな、そうそうヒロが嫌な、それで立花秀夫言うやん、そこで言うやん、うん、そのいやそんなせこいからみたいな、1打席勝負なんやみたいな、うん、いざって1打席勝負でいこうみたいな。だから最後の打席に立花秀夫全部かけてるわけですよ、うん、で最後の打席立って国見博も、もうここはまっすぐしか投げれへんなみたいな、うん、もう最後で最後1打席勝負にかけて、本気の向こうにも入ってるから本気のストレートしか投げれへんみたいな感じで、2ストライクも追い込んでからキャッチャーの野田がね高速スライダーのサイン出すんですよね。高速スライダーで国見 もう高速スライダーかみたいな、うん、もうでも勝ちが欲しいと、もう俺やっぱ勝ちたいねみたいな、俺欲しいみたいな、ヒロインが欲しいんやと、俺結局勝ちが欲しいと言って国見も高速スライダー投げるんですよ、バーン投げて、うん、高速スライダー握りね、そう握りで投げるんですよ。でそれで立花三振です、バーン三振になって、ど真ん中、そうど真ん中ストレートなんですよ、それが高速スライダーサイン投げたのに、野田も高速スライダーサイン出したのにキャッチャーみたいに動かしてないんですよ。その時にその国見が言うわけですよ、お前さっき高速スライダーのサインだったろみたいな、野田に対して試合終了後にね、うん、なんでお前キャッチャーみたいに動かさなかったんだみたいな、いやお前こそなんで高速で投げなかったんだみたいな、うん、誰かに投げさせられたんだよみたいな誰かにストレート投げさせられたんだみたいな感じで感じた時に、野田がなんか曲がらぬような気がしたんだなみたいなあの名台詞、あれはすごいな、あれほんまにいやあれやばいなと思う、最後で最後であの名台詞、まあ足立みずるは落語が好きでね、やばいなほんま落語見てるんで、そのオチがすごい綺麗なんですよ、もうなんか秀逸な感じ、スンっていくもう、あーこれすごいなっていう、ビシーン決める、あの曲がらぬような気がしたんだよなみたいな時に、俺野田に対してビビったもんこいつ、こいつどんな格好やねん、しかも H2 のすごいとこだって甲子園の決勝じゃないからな最後、まあ、準決勝やな、うん、最後しかもその決勝はまあ描かれないんですけど、まあ、基本私にはそういう感じで終わりがするから、うん、なんかその優勝したら終わりはそんなんじゃない、うん、ラフとかもそうやからな、なんかもう終わり方がすごい、うん、まあ、なんかあれプロ野球編出てほしいな、どうなるやんみたいな感じで終わらせてくるから足立みつるの漫画って基本的に、うん、最後で最後きっちり描かず明確に描かずに終わらせん、うん、想像であとはやってくれよと、うん、任せるわみたいな、うん、だから名言がね非常に多いというか、まあ、広田のエピソードもほんますごいんやけど、あの変わっていく、あれほんまずる賢いやつだけど最後はもうあれなるから、これ絶対読んでほしいな俺、もう一番俺 3つ評価しましたけど、もうダントツ1位ですから俺は H2 に関しては、もう結構古い漫画なんですけど、
まあ人気のある作品で、まあ、でも最初から最後まで面白い漫画でもね、うん、アニメ化もされてますしドラマ化もされてるんですけど、圧倒的に漫画が面白いから。アニメが途中で終わってますし、ドラマ化もやっぱりちょっと中途半端なんで、ね、まあ、あと居場所の月和田もね結構俺的に好きですね。清水と月和田ね。ああ、清水、結構あの辺も俺好きやからな。あと栗丸ね。豪華東方豪華栗丸、豪華栗丸ね、栗丸の再来やろ、うん、いやまあとにかくトークはフォークは東フォーク持ったんだよ、うん、まあどっちでもいいけどフォークは東フォーク、どっちでもいいけど、まあ、そいつはストフォー。いや結構面白いですね、あれはほんまに。いやまあでも H2 はほんまに面白いんでね、ぜひ。まあ古い漫画ですけど、俺はタッチより有名になるべきだと思ってるんですけど、タッチはまあなテーマがすごすぎたから、あれは死ぬっていうところが、アニメがあったからさ、うん、アニメで来たよ多分あれ。まあでもタッチより俺は押しますね、 H2 を。明らかにね、どっちが面白いかだから H2 の面白いと思える。うーん、 H2 ですねこれは。まあこれが1位ね、マイさんの。まあ俺もこれマイさん1位するって分かってたんでね。まあ俺もこれはもうランキング入れてないですけど、うん、トップ、いやトップかは分からんけど、まあ、トップ近いですね、まあ、トップと言っても考えない。最高峰の漫画、最高峰の漫画です、確かにこれは、うん、まあ俺じゃあ1位いきますかね。これは結構知ってない人多いと思います。1位ね、俺の1位はワンナウツっていう漫画なんですけどね。俺それはほんまちょっとしか読んだことない。これどういう漫画かっていうとね、これね作者がライアーゲームを書いた甲斐谷先生なんですね。あ、ライアーゲームみたいな。そうだから、まあライアーゲームって心理戦じゃないですか。この野球漫画もね、この原作者が編集で出すときに野球版の赤城やって言ったぐらいね。あ、これは駆け引きをテーマにした漫画。これはね、そのあらゆる野球漫画のアンチテーゼになってる漫画なんですよ。どういうことかって逆説なんですよね、もうこれって簡単に言うと。普通野球漫画ってまあ努力とかして強くなっていくとか、うん、頭なんとか、そう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 、あとまあ剛速球投手やったりとかっていう、そういったところを完全に無視した漫画なんですよこれって。はあ、主人公の徳地とはっていう、徳地、そう、勝負師がいるんですよね、天才勝負師。もうこいつは何かって言ったら掛け野球、ワンナウツっていう掛け野球っていうルールがあって、その草野球みたいなところで掛けの野球をしてた球場があったんですね。そこの、ナンバーワンピッチャー、うん、誰にも負けん無敗のピッチャーなんですよね、賭け勝負では。ああ、賭けでは負けへん、1打席勝負では 100% 負けへんっていうピッチャーがいるんですよ、ここに。もうおかしいわ主人公がね。でそこにプロ野球選手が来るわけですよね。で勝負してみようかって言って、うん、負けるわけですよプロ野球が。そうプロ野球選手が。でそれで2打席目の勝負で勝つんです、なんとかね。勝つんや、勝つんや、なんとか勝つ。でそれで、あ、こいつがおればもしかしたら今のこの今のスタート球団を再生させるかもしれんとして、球団がその特地をプロ野球にスカウトするわけですよ。ここから物語始まるんですけど、この野球漫画はね、マジでさっき言ったように、普通の野球漫画じゃないんですよね。どっちかったらまあね、この心理戦基本的には。だからなんかその友情とかね、そういうなんかその根性とか恋愛とかも描かれて、そんなんがないです一切ね。まあライアーゲームの野球版といっても過言じゃないぐらいの漫画、これは怪獣版、そう怪獣版や、あ、野球みたいな感じの漫画でね、これはほんますごい漫画。ギャンブルとあれ野球が、そうギャンブルと野球が組み合わせた、うん、決めてた漫画で、まあルールがあってね、プロ野球入ってもね、この特殊とはっていうのはこの年俸制を嫌がるんですよね。あ、そんな嫌やと、結果なんやと、全部だからルールを決めようと。ワンナウト500万と、ワンナウト取れば500万、ピッチャーでね、ピッチャーでワンナウト取ったら1人アウト取れば500万入ると。でじゃあ500万1失点、1失点してしまうとマイナス5000万というルールでやろうと。それで年俸決めようじゃないかと。もうやばいよ、それを球団が言うわけですよ。で球団がもう何とかして徳地に払わせたくないと、何とかしてだから失点させたいと思って来るわけですよね。でもそれをこいつはありとあらゆる手段を使って回避していくわけですよ。じゃあこいつは防御率ほんまやばい、半端ない、もう恐ろしい防御率でいく最後まで。こいつはね、最後でこいつ何がすごいかって言ったらね、まあ、ただ単に相手のその心理を読んだりとかってだけじゃないんですよ。こいつには世界一のコントロールがあるんですよね。あ、世界一ともう言われた原作の中で世界一のコントロール、コントロールがやばい、コントロールがすごいわけよ。もうどこにでも抜ける。しかもこのコントロールがすごいだけじゃなくて、こいつは球の回転数を自由にコントロールできる。あ、球速も。だからこいつって最高で130キロしか掘れへんわけよ。やけど130キロから下は全部コントロールできる、自分で球の回転速度ま でしかも好きなところに投げれるっていう、この、あ、やばい。そうだから相手のその言ったら汗のかき方とかバッターのね、うん、立ち位置、バッターの構え全部を見ながら判断する。そう判断して、その手元でしかもね変えれるんですよね。もうギリギリ離す前に指先で、もうだから相手のバッターが踏み込んだ時にはもう指先でこっちで変えれるわけですよ、球。そういう能力を持ってるんで、この特殊とはっていう。だからもう最後の最後まであいつがもう、だからなんかそういう普通の野球漫画とは違います、かなりね、画期的な。そう、まあかなり面白いですね。もう完結しよう、完結しよう、ね、もうもちろん
完結してほしい。まあこれはすごい、ね、しかも結構地味スタミナもあるヘビースモーカーなのに。まあしかもこれも金髪です、この主人公が。なんかあいつに似てへん、ワンダースワンの主人公。ああ、新宿さんの新宿さん、ワンダースワンのゲームやんけど、新宿さんのあいつ似てますね、白鳥、うん、葛飾に似とんな、似た髪型が、うん、似とんな。まあこれは結構まあ古い漫画ですよ、どっちかって言ったらね、うん、聞いたことあるな、ワンダース。すごい面白いと思いますよ、これは普通に。まあ結構ね、その知ってない人多いと思うんですけど、うん、まあだからライアーゲームとか好きな人、駆け引きが好きな人ね、まあ嘘食いとかね。ああ嘘食いもやばいな。まあライアーゲームとかああいうなんかその戦略的なやつが好きな人はこれを見た方がいい。だから野球を使っとるけど、やっとることはマジで野球のルール内でのもうギャンブル、駆け引きだから、イカ様テクニ、イカ様のバカし合いみたいな感じのことをしてますね。なんかすごい変わった野球漫画だと思う。だから知ってない人も多いんでね、今回紹介したら。俺も読んだことあるんですけど、最後まで読んだことないですよ、ワンナウト多分。いやこれは結構ね面白いです。リベリオンズっていうね、まあまあチームなんですけどね。まあこの野球漫画はマジで野球漫画っぽくないけど、うん、まあ H2 が王道だとすればこれはもう邪道な、 H2 はほんまに王道だって恋愛要素も全部入っとうから。これはとりあえずヒロインが駆け引きとかそういう好きなやつ、頭使ったりするその漫画が好きな人は多分このワンナウトは合ってると思う。ラストイニングもどっちかそういう近い、まあまあまあ、頭使うじゃん、監督目線で解説してほしい、キャッチャーやから、うん、これも結構他の野球漫画にないような、まあ、まあライアーゲームの秋山真一が野球選手になったらみたいな感じですよ、簡単に。ああ天才が天才なんです、その特殊とはっていうのもね、結局のところ。まあまあそんな感じですね、うん。まあ、僕の紹介する漫画は以上ですね。ワンナイトドリームスミスターフルスイングと、まあ、どっちか全部企画外というか、その野球っぽくない漫画をね紹介しました、今回はね、うん。まあ野球漫画っぽい野球漫画はまあ知ってると思うと思うんでね、まあ、ドカベンとかね、あの辺はまあまあまあみんな知っとうからな、知ってる、ライアのやつとか、うん、メジャーとか、まあだから今回はあんま知らないやつをね、知らないであろう漫画をご紹介しました。というわけで野球漫画ドラフト会議はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。